指導要領の具体的な中身を作る作品で、あとはこの中は数件出版の、著者でした。で、まあ、中村先生でした。で、おそらくこれが出版されたのが松本先生の意向になるかもしれません。はい、ご紹介します。で、昨日中村先生からご紹介いただきましたように、この2冊を合作したものが市場に出回っておりますので、ぜひレッスンをご覧になっていただきたいと思います。で、追加するとですね、地質学者および、古生物学者ですか。なので、地質学者の方からの追加する。あとは教育関係、地学教育の方も配布しようと。あと、古生物学会に関してはですが、前田俳優先生が後でお話ししますが、前田編集長が、管轄している雑誌のが、今、ほやほやのが出来上がっているそうです。前田先生も変わらなかったので、はい。ということをおっしゃっていました。で、私何者かということなんですが、もともとですね、実は古生物学というものであったと見ています。で、昨日の竹本先生のお話の時に、大学の悩みに準備会の話がありました。ちょうどその世代になりまして、見るとですね、まあ、この辺で学ぶと思うんですが、まあ、パーマの場所がなくて、全部任期を何度も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 繰り返して、今ここにいます。この時は昔は楽しく勤めましたが、今はこんな建物になります。他のプリズムの私はそれで今日はここでファウルを感じたのにしてるんですけど、ちょっと一個前に杉並区の科学館というところで勤めていたことが、それに関わるお話をちょっと紹介させていただくことで、それでタイトルがですね、都市部の文化ガチャになりましたが、これは単に具体的な杉並区っていうのを書きたくなかったので、そういうこと深い意味はございません。で、これを書いているものはですね、もっと私の上司の方です。長年高校科学科をマネージメントしています。で、こちらはですね、 Google Earth で杉並区シリーズ3-3-13というふうにポンと仕込むとずーっとこうなっています。で、このまんまるいのが、まんまるいのがプラネリウムなんですけど、これ住宅地、住宅密集地があって、ちょっとした公園なんですけど、こんなところにあるんです。で、ちょっともうちょっと、関西になって、ちょっと一緒に見ましょう。杉並区というのはここなんですが、ここが皇居です。で、杉先生の職場がこの辺ですから、ね。で、ここが、ここが、ここの公園。で、中央線が新宿、東京、新宿で、中央線という電車が、バーッと来て、最近有名になっている吉祥寺という町がここにあります。で、南が須賀谷区、北が、練馬区かな。これ白くなっているのが杉並区で、要は東京23区の西が端っこになります。それで人口がですね、大体56万人ぐらいです。京都市の一番南の端、多分短いです。近いです。多分新宿ですが、これ大体倍ぐらいです。で、今日はですね、私ここに住んでますので、一区民として、自分の我が町の一番場所、実はちょっと寂しい話がありますので、それをセットにします。で、まず、自慢話からやりますが、天文関係の方、もしかしたら杉並区のこの2つのことをご存知かもしれません。で、天文分野のプロジェクトがあって、天文の関係の方が出席でした。あと、区民に、小芝さんがいたのを表彰。この方を一時期、名誉会長に据えた時期がある。ただ、名前だけで一度も来たとか、今はもう考えられない。で、もう一つなんですが、これ3階建てになっていて、これ、地下国会とか1階です。で、実験室が3つあります。あともう工作室でもあるんですが、大きな大きな実験室が、設備的には大学の実習室並みのものです。この理科室理科は一般のものだった。でも、従来の人との岩石化学の人との場合です。で、この3つの実習室が実はこの間の活動のメインの場所でして、もともと昭和40年代全国各地で理科教育支援施設というのが地形のように取りました。そういうブームがあって、その時にできたものでして、全国に先駆けて、クリスの科学教育センターです。で、メインのミッションはこちらなんですが、区内の小学校と中学校の授業の一環として扱おう、あとは教員の研修です。で、その後です
21世紀に入ってから名前をクラスタンドに変えて障害学習に関わることを積極的にやっていこうというふうになっています。で、まずこちら側を出します。まあ、ここは教育系の進歩ということで、こちらの話は長くなります。で、この間の基幹事業になりますが、これは今から出すものは全て科学館で公開しているホームページ上からダウンロードできる、要欄から出す。で、杉並区に小学校が42校あるんです。その全42校を対象に何をやるかというと、学期中ほぼ毎日やることなんですが、学年単位で子供が来ます。だいたいバスの近いところは特に。で、小学校に関しては1校あたり年間5回無料でここの施設を使う。で、小学校の場合4年から始まり3年から3、4、5、6の6学年分ですので、各学年1回はここで実験授業になるということです。で、中学校も基本的にそうです。で、そういう権利がある。で、ちょっと小学校の権利としますが、このままずすると延べ利用回数が221、これ利用可能回数というのはこの数字に5をかけたみたいです。ということはこれよりもこっちが多いということは、さらに、学校の予算投資してわざわざ来る学校まで出る。なので、利用率が100を超える。で、ただとなく大体2万人ぐらいの子が、学期中ほぼ毎日、ものすごく稼働率が上がっている。ただし土曜日曜日は開館しておりません。日本のプロの人生ので、さあ、今の学習指導要領を見るとですね、ある文言が小学校、中学校、高等学校に載っています。指導計画の作成と内容の取り扱い、内容扱いというところで、博物館や科学学習センターなどと積極的に連携、協力を図るよう配慮すること、もうこれはそうしなさいと。なので、現に小中高、どの教科書でも必ずですね、こういう科学館とか博物館の利用という囲み規定が必ず出ておる。で、実際ですね、今全国各地の博物館、例えば国立科学博物館を筆頭にですね、あの大規模博物館も学校との連携というのを売りの一つ。ただそんなことは40年代全国各地でやっていて、特に杉並区に関しては全校を対象としているのがすごいですね。それ40年以上続けているという、まあ地元に違います。で、何がすごいかというとですね、学習指導要領にちょっと見えないと思いますけど、見えなくていいです。いっぱい書いてありますが、学習指導要領に示された学習項目すべてに対してのプログラムが用意、ほぼすべて。で、まあ、人気のあるのもないのもありますが、すべて。で、せっかくプラネタリウムがあるので、バスでせっかく来たので、90分の実験授業をやって、指導するのは科学館のスタッフ。で、その後、プラネタリウムでの全国系の学習をするセットで。で、まあ、小学校便利です。中学校も来ますが、ちょっと、病気の仕方があります。で、まあ、一例を挙げましょう。ちょっと、まあ、いろんな例があるんですけど、チキンターベルに来たんです。小学校5年生で、流水による土地の変化というのがあります。単にですね、まあ、こういう、なんか、水を流す、設備という変化があります。で、水はこっちからこっちに流れてるんですが、まあ、浸食されたか、運搬されたかというのを、まずこう蛇行差しといて川の水道管が得てくれるというのが分かる。これはとても人気のプログラム。あとは6年生は地層の作り方、昨日の段階のプレゼンでこの実習が出てきたと思いますが、これをやっていると思います。パイプの中ではグレーミングを作る。であとはプラネタリウム学習ですが、プラネタリウムですね、真っ暗設計の中だと単に腰見てるだけではどうしても、まあ、赤いランプを足元に照らしてくるので、ノートを取れるような工夫をしてあって、研究所の星の位置を子どもたちが調べて写真撮影するこれぐらいで、これがもう無理だそうです。あ、ちなみにそれでそれがメインのプログラム。もう一個ですが、夏休みもしくは土曜日、学校が休みの時に、まあ、いわゆる発展的な学習、これは先ほどの教科書の発展地域ではなくて、アドバンスした。で、区内の三日月の子どもたちが参加するという、まあ、よくあるプログラム。で、例えば5年生がどのくらい来てるのかな、参加者が155人くらい、
毎週土曜日で、6年生、小学校の場合は学年終わりです。で、5年生だったら文化生、自然文化で、6年生も文化生で、これ例えば6年生、5年生何やってるかというと、これ結構レベルが高くて、これ砂の観察なんですけど、これはね、伊豆のあるビーチの砂なんですけど、復元性の再生物じゃなくて、流行中とかが入る。要は、小学校5年生で杉並区の流行中を知ってます。びっくりしましたか。で、あとはですね、これは夏クラブ、これ夏休み期間中で、こちらは、化学分野、地質分野、天文分野、生物分野、物理分野、まあ、5領域でやってるんですが、5領域に分かれて、まあ、好きなことを、これ小学校の例ですが、野外に連れて行って、まず化石を採集させて、地層を観察させて、それを我々に持って帰って、自分で調べる。まずクリニックに行って、あの余計な砂とか石を取る。図鑑を持っていて、鑑定する。そしたら、何種類の貝がありますから、それの組み合わせから、当時の環境がどうだったかという、そこまで持っていくる。まあ、大学の実習でも同じようなことやりますが、まあ、小学校でもあります。細かいところもあとは中学校に関しても似たようなのが、これ土曜日バージョン、これは夏休みバージョンで、中学校はもう物価整理専門とご料理します。これもそれなりの人数が、この辺がその人数が高くて、まあ、そんなりの方が来ている状態です。で、あと、今は子ども向けの話なんですが、学校教育に関わるものとして、こういう研修もやっているんです。主に夏休みになっているんですが、まあ、科学館の中でやるケースと、野外に出るケースが、ちょっとこちらから行きますが、これは教科書に、小学校の教科書かなと思いますが、そこで紹介されてある五島です。普段の杉並区が採択している教科書に載っている五島を見に行く、その本。そうするとですね、先生方は本物を見てるわけですから、学校のものというのをほとんど堂々と語るんです。で、あとこちら、こちらは中学校の先生だったから、これモデル実験なんですけど、これ共同発表者と言わなくてもいいんですが、これ暑いの熊谷 T シャツって言って、オイスコーカーのモデル実験です。で、これ、学校だとこんなことまで教えませんけど、先生たち、大体こういう研修に来る先生、熱心な方なので、高いと思ってます。なので、まあ、ほとんど理解できてないかもしれませんが、まあ、ちょっと難しそうなのも、ちょっと極端なんですよ。で、あとはこちらはですね、ここに3人若者が映っておりますが、これは新人の先生です。大学卒業して親からの杉並区に採用されます。小学校ですね。その先生方自身が自ら教材開発するというプログラムを通じて、大抵若い子が開発されるんですが、それを科学館のスタッフがサポートして、ものを持っています。これはですね、これ私はレッスンカップなんですけど、腸の出来方のモデル実験、教科書上にこういう装置が載ってるんです。だけど、そもそもうまいことできませんよね。で、自ら何度も試行錯誤して、何か悪いか別として、理想とする、理想がいくないかな。教えやすい形のこの結果が出るようにどう調整するかということをやったそうです。で、この1年前はですね、これ、その前の年は、微生物、水の中の微生物っていうのがあって、区内の世界にいろんな微生物を持ってきて、それを本にそれ公表で、最近なんかそれが単行本化されたという感じで、ここまでが、学校教育。で、ここから障害病院で、障害病院なんですが、日曜日はやっておりません。で、今、土日か夏休み期間になりますが、まずですね、そこからなのは、入管を担当する病院で、こちらはですね、夏休みとか冬休みとか春休み期間になっていれば、ごくごく科学からになっているのが、で、大体レベル的にお子様向けと、まあ、普通の小中高生向けと、あとは完全な大人向けという、レベル分けていいですか、あとは、で、当館、この館、天文に関してはです
績がありまして、毎月天文の夕べという形で、いわゆる観光会があっています。で、この皆さんですね、たまにそうそうなる先生方をお招きしてるんです。ありました、ね。耐久の方。まあ、例えば、イエさんの人ですが、まあ、天文台の近い、国立天文台の近いということもあり、日本の主要な天文学者はほぼこの間でお話をしたことがあるということで、開館当初からですね、天文学はかなり熱心なのかと伺っています。で、年間というのは、動いたら少ないか分かりませんが、1000人ぐらい。1回目から100名で100ぐらい。で、もう一個、障害教育部門ですが、こちらはですね、皆さんにお配りした、この A4 の資料です。で、まあ、これに書いて、ある程度書いた、この久保さんという方、この方は東大で、サメの歯の、サメ化石の研究で学位を取った方なんですけど、なかなかパワーがつきませんので、今ここで頑張ってこの人も先生になります。で、これみんな科学館でこの授業に関わった人間なんですが、私も昔よりあと2人は未定心です。で、まあ、この後でゆっくり読んでもらえるんですが、ポイントはレベルを伝える。高校生以上を対象。で、スタッフの専門性の問題から、地球大学と生物学の研究。で、東大分野の専門スタッフがたまたまいました。要は、職につけないポストがいっぱいあるときになります。で、なので、関東にありますから、学術館がいっぱいあります。その学術館からの協力がかなりスムーズです。で、最近はですね、東大だろうが、やるしてるんだろうが、ここにお願いするとですね、いやいややるという先生がまずいません。ま、私は経験したことがございます。もう旅行でということになります。で、おかげさまでずっと財源としてはですね、JCP の助成金をずっと連続で会社を続けてます。それで運営しております。で、その時の一コマですが、これは何ですか、サザの会合です。これ、生物学者の佐々木さんという方なんですけど、その方に。で、この実験室、この手元にこう作業しているのをですね、モニターに移したりとか、学校設備が整っています。で、科学教育施設なので、かなりですね、設備が流通しておりますので、イベントをやりやすいです。だから、このようなことをやるときにですね、やっぱ場所がとても重要なんです。設備は、まあ、箱よか人がいるかもしれませんが、箱がないと人も活躍できない。あとは、本物を必ず見せるということがあります。例えば、これは、ジャムシェイクの深野さんにやってもらったと思うんですが、彼は、持っている、生きている有効性を持ってきたり、オディティオコアの中の有効性を持ってきたりとかしてサウさんがこういうことを熱心になっているというのがびっくりしているんですが、とにかく本物を見せる、あとは専門家の時間に対応する、まあ、一種の自然界の育成に寄与できる、寄与したいとか、あとはとにかくリピーターが多い、でそれは自発的にいきますので、不適好奇心で見たリピーターをどん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 増やす、でもう自発的に来てる。で、さらに言うとですね、その中に教員とか、他館のボランティアさんの参加がかなり目立つそうです。例えば、ここに座っている方は小学校の先生、少ない熱心なんです。あとは、ここに老人が2人いますが、大体この年寄りがいるんですが、これは若い人も高校生だから、この2人の科学部っていうと、国立科学博物館のボランティアさん、その方が、ということが、お配りした資料に文書として書いてあるんです。で、まあ、今、光の部分として、学校教育、障害教育を続けてきた、まあ、子ども、先生、大人、でも、実施、先生です。ところが、闇に今、長くの底で落とされていて、そのままを後半に。ところがですね、ある、候補をするような話題がありましたが、まあ、どこも自治体でやってるかもしれませんが、国内に出ている再現計画というのが立ち上がります。もう昭和40年代になったのを、まあ、最新的に考えるものです。それでずっと議論を重ね、それを策定しましたというのは、私の違っているんです。で、まあ、いろんな分野が、施設が対象になっているんですけど、文化教育施設だと、渋谷ビルの中では、図書館と科学館と、ある環境情報館って3つが運営されています。そのうち国内が、設置目的、学校の科学教育の振興と重視、市民の科学的教養の
向上を図ることを目的として設置された。これで今まで紹介したような活動を始めこれ杉並区のマスコットですが、メロンです。それがどういうふうに盛り込まれたかというと、基本的には廃止です。で、もうもろ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 なんか書いてありますが、まずは学校教育部門は成立教育センターという、まあ、区内にある、まあ、教育指導主任のたまり場みたいなそこに関しては。で、要は箱はなくします。で、科学館が担ってきて学校支援機能を充実しました。充実はどういう形かというと、学移動教室というのは機関授業です。バスで子供が来る。来るんじゃなくて、こちらが出向くという事態に変わりました。で、なぜならば学校の理科室が充実したという形です。あとは、教材学習の方はですね、まあ、箱がありませんので、まあ、当然、ありませんが、最近はあるものとして、今、デジタル技術とか ICT とかにも盛り込んで、まあ、今時にやったような、まあ、文字とかっていうとですね、まあまあまあ、そんなに気にならないかもしれませんが、深読みして内容を何回も理解できる方は、ちょっと危惧したい。じゃあ、これなくなったら、これ箱なくなったら何になるかというと、跡地活用については、特別養護老人ホームの用地です。これが、まあ、今、まあ、結局、使用原理かもしれない。はい、で、まあ、プランで言いますと、学校教育部門は、まあ、今これ、まだやってます。まだ応募中はいいです。で、障害教育も必要にない。で、検討してこの後、まだ動画があります。で、もの自体は、一応箱としては来年まで残りますが、なくなるということになります。で、そうすると、あまりこんなことが続くとですね、いくだろうかということで、区民がだんだん気づいてきました、こういう計画を。で、ちょっと今までお話をちょっと時系列で整理しますが、まあ、どの実態もそうなんですが、なんかいろいろ事業計画がそんな中で、去年の秋に、今お話しした、再建計画の二木台が公開されました。その中で廃止か科学館の廃止が盛り込まれました。ただほとんどの人は知りません。でその後、まあ、マクドみたいに繰り返したんですが、最終的にですね、3月上旬に下旬に決定して、4月の頭に公募で中止しました。でこの辺りからですね、天文とか実施系の学術団体が水難区で科学館がなくなってしまうということを小耳に挟んだって書いてあったんです。ちょっと動き入ってみました。で、こちらも解説したものなんですが、この関係はまだやっています。今一例がありますが、自然史学会連合といわゆる学術団体なので、中学生科学連合にしっかりしておりませんが、39学年生物系と古生物系と、現地系の生物分類が、その代表がたまたま北尾月さんで、この方、杉並区に私の方を見てたんですが、その方が、作ったと。なかなか作ったという、作ったで、参考としていたのがですね、海部高校さんのご子息の海部陽介さんの人命があって、あとはここからか。で、あとで読んでいただくと、大体状況が分かる。で、その他ですね、知ってる範囲で言いますが、データブロックして下が新しい方で、この再編計画の案の段階が公開されて、パブコメを求めている期間で、まず実施段階で、前回に、この方最近、おっかない写真に登場し、なかなかですね、練習の規制みたいな。で、この方は天文です。で、あとは天文館。お配りした収支だけで、あとは最初の収支で、まあ、これはとてもありがたい話で、もうやったから何が変わるってなるかもありませんし、何の強制力もないんですけど、その科学館に関わってきた人間としてみると、この分野ですね、気にしてくれたということだけでも、とても嬉しかったというふうにスタッフたちがおっしゃってで、それでですね、ちっちゃな収入が出まして、4月ですが、体感するか、北川さんの皆さん、これ目指しが面白くて、知り合いの研究者から将来の三日月を生み出す仕組みの試みが出始めていますという深刻そうなメールが来ておりますということで、この記者、この伊藤さんという方は東北大で地理を出身になった方で、地理出身からで、それが分かっている記者なんです。で、行ってみて、ああ、これは大変なことになったねという実態を聞いています。
まあ、この知り合いの研究者の、なかなか、レースしてみて。で、さあ、結局ですね、何が起きてるかというと、まあ、もう待ってますが、学校教育とか、評価教育を通じなくて、で、区民、さらには学術団体から、その辺の全然授業を出ておりました。ところがですね、やっぱり昔の表現なのか、世の流れなのか、この少ない範囲をですね、配分する際に、こういう点にかけられつつ、どこの事業者のことにですね、建物の老朽化、あとはお金はありません。あとは、世の中全体の山で、少子高齢化とか、その時に、科学教育施設と特許をどっちが重要か、人数としてあるかという考えの場合、やはりこちらに分かれます。で、まあ、これをどうこう制度は私は見えませんが、まあ、現状だけのでやってくださいんですよ。つまりですね、ここは僕の考察です。これは似たような説を記載で出来上がった機関として今日紹介した杉並もありますが、例えばですね、川口、埼玉県の川口にもここにも障害学習センターが始まってリニューアルに分化して立派なキャンターが秋田の町の規模か。杉並のですね、面積や倍で人口同じである人口密度だと半分。で、ここ、昨日の話でも出てきたと思いますが、京都に立派な、ある、杉並です。古いです。汚いです。で、ここもですね、とてもアクティブになってます。さっきネット上で出て驚いたのが、京大の元、名誉教授とか、人見先生が所長でやられてるっていうね。なので、なんかバッテリーにですね、うまいこと、有識者が、上手に絡んでるなと、なんとなく、類推します。こちらは、なんか、正直、よく聞いてるから。で、ただですね、老朽化とか財政難とか、少子高齢化社会とかは、その、行政サイト、あるいは、委員さんが、あるいは、首長さんが使う、使いやすいから使うだけなんです。で、昨日の私でも、高知県で新たな科学館ができるのか、佐賀に立派な科学館ができるのか、実はあちこちにできるんですね。なので、今その時の首長さん、もしくは、観光の時に学人さんが、そういうものに関して、興味関心がある、もしくは関心がなくても大というふうに認識するような、点識があるかないかに関わっていると思うんです。で、この3社を比べるとですね、おそらく、医者発展できた間には、有識者、学識経験者がですね、上手にコントリビュートするような仕組みが多分、維持されてきたことがあるんだと思う。なので、まあ、この集まりの方、この高等学校の先生から大学の教授まで、有識者の方がいるなんて、皆さん、ぜひとも、こういう事例、学芸なものを、何かですね、こういうところ、議員とかのお願いされているのが、ご負担になるかもしれません。ぜひ以上です。はい、江島ですけど、茨城さんって熊谷だから埼玉の人なので、埼玉違っても2回あるんです、はい、1点だけ、杉並区ってすごく一生懸命やってるなっていうのがよくわかるんですが、他と比較にならないからわかんないんだけど、例えば理科のテストとかやったときに杉並区は圧倒的にいいので、それを理由にこんなことやったらダメじゃないかみたいなことは言えなかったんです。言えなかったね。言うチャンスがなかったな、差がなかった。でですね、これは、まあ、私もやってみたら分かったらなんですけど、その中っていうのはもう結論は決まってるんです。で、手続き的に学校に戻りますが、何でもそうです。例えば授業用では何でもそうですし、あらゆるものが大学の組織改革のある程度決まりがあって、ちょこちょこちょこ学校に突っ込んできて、微修正のためにと、そこで、早く察知して、どうすればいいのか、そういう点もその学習指導要領になっていても、理由解任をずっと決められているという学校を利用されてましたけど、この場合ではその解任を完全に実施したというのがあるのか。後付けでもいいから、実はやっぱり理科の成績はうちは良かったんだって言えればいいと思うんだけど、そういうことってのはデータ出てこないんですか。それはですね、一つだけこれ救いの手がありまして、あります。それはですね、かかったのがなくなってしまうのはもう決まったんでしょうが、なくなった後、次のメッに戻るというのは、理科教育をどうするかというのは、まだ議論としてあります。
で、明日なんですけど、明日までそれに対して過酷を弁護してきました。ここで、まあ、今のお話とかは、国に対して伝えたちがあるんです。はい、じゃあ次。国際人道劇について話をします。